いと思います。今日は3店舗のコラボということで、まずはじめに僕が立ち食い寿司グラモンの小崎さん、よろしくお願いします。2番目に入っているのは私の小川さん、よろしくお願いします。名古屋から今日来ました、立ち食い寿司グラモンと申します、よろしくお願いします。グラモンのこういったネタによかったら俺の新店舗ですか。はい、立ち食い寿司ブラボーからは以上になります。ありがとうございます。立ち食い寿司まさから、ここから何でもいいです。続けて。はい。下にあるのが、北海道マシケの新米。はい。すごい。ありがとうございます。何度かね来られてる方ご存知だと思いますけど、当店の赤身の漬けにはマスタード、粒マスタードとからし、和がらし。うん、よし、はい、ごめんなさい。綺麗な中トロですね。これも長崎県行けるし、you
ですね。金目のハマリだ。シマのカツーなんですね。はい、こちらは？イワシのカツです。うん、混ぜちゃって、はい、のどぐろの卵を混ぜていいな。ここが聞いていただきます。スペシャリティとして、3店舗の合同の、はい、まあ、名古屋というのでひつまぶしを、極みさんの方から、うなぎの串入れするから下処理していただいて、あとはお出汁の方は立ち弁します。3個やってもらって、あとはご飯は白ご飯じゃなくてシャリアの串、果物のシャリアになってます、はい。お楽しみいただきましたか。ごちそうさまでした。ありがとうございます。どうした、ありがとうございます。どうした、ありがとうございます。どうした。